はい、今日はこんちゃん、何頼みますね。そうは、うん、ニラレバー。ニラレバー、うん、餃子。餃子、ここはやっぱり稽古の餃子やから、餃子を抜くわけにはいかんよ。ニラ塩ラーメン。ニラ塩ラーメン、なんかな、このニラ塩ラーメンなんか結構好評というか、うん、ええー、らしい。いっぱい写真のとこね。そうやな。あとは何、からし味噌ラーメン。からし味噌ラーメン、なあ、うまそうや。それで行ってみよう。ああ、たくあんさんな、コリコリしてるよ、うんうん、そういうことで、今日はそれのそのメニューで行こう。ああ、これが稽古の餃子の餃子。稽古の餃子の餃子。入れます。お酢を投入。お酢投入。はい、いらっしゃい。昨日ありがとうございました。それでから。お醤油投入。お醤油投入。ハーフ&ハーフで。で、ラー油投入。たっぷり。はい。はい。はい、じゃあいただいてみるで。うん、これですよ。これ。いい焼き加減。うん。これは美味しい。米朝首脳会談の前にした先月撮影された映像。美味しい。シンガポール風ラッカー。美味しいね。去年26本のホームランを打ちました。打率も3割2分1厘です。分厚い。ニラたっぷり。おいしい。ねえ、なんか全然あのレバーの臭みがなくてさ、これあの多分何かにつけて臭み取ってるかもね。なんでこんなに臭みがね取れるんだ。全然マイルドになってる。なるほど。なんかこれはやっぱりニラレバもコツがあるやな。単なるニラレバやな。湯気がすごい。そして運転する楽しさの答えは違う。それがスイフト。特別なスイフト、ネクサーグリビデンの誕生。はい、どうも。
ラーメンの麺だ。おお、これはいけるね。おいしい。うん、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。味噌もまた違った感じでいいでしょう。これは味噌、ね、美味しい。美味しい、熱い。美味しい、熱い。ぽんちゃん、ぽんちゃん餃子の稽古、いや稽古の餃子、稽古餃子の稽古餃子の稽古、稽古の餃子、まあどっちでもいいんやけど、美味しかったね。美味しかった、お腹いっぱい。それでさ、ほら北畑っていうと朝ラのお客さんは結構並ぶやん、うん、こう6時半からやろ、夜の、うん、全部さえらい混んでた、ね、最初入った時はね、まだね、宴会のお客さんだけだったけどね、その後見てみ、もう満杯やで、満杯、今驚きや、驚き、満杯です、満席です、ありえんやろ、美味しいもん、ありえるやろ、それ言える、うん、やっぱ美味しいとこは流行るね。おすすめだけありますね。ありますな、とっても美味しかったです。 うん、また夜か、うん、な、今度はビール飲みたいです。ビールないとな、今日はビールなし、ビールなしですよ、まあね、私たちにお酒なしはありえません。帰ったら飲みましょう。そうですね、うん、それではごちそうさまでした。